洋平さんが今から、はいジェームス好きなのモノマネをしてくれます。いや僕ジェームス大好きなんです。はい、はい、はい、3、2、1、9。こんにちは、私はジェームス好きなです。私たちは光に向かって歩まなければならない。来たね、それ。ちょっともっとなんかさ、私にはお金がありません。 お金がない。それやりきった。それ文章なんだったっけな。ちょっと思い出せないんですけど、ちょっと僕はちょっと聞いた好きなフレーズがあるんですけれども、私は会社をリストラになりました。リストラになったことは私にはお金がありません。お金がないということは私にはもう生きる価値がないということです。私は生きる価値がないということは私はもう死ななければならない。私が死ななければならないということ、私の周りの人たちもみんな死ななければならない。こういうふうに考える人がいるから困るんです。ありがとう。ありがとうございました。まあこんな感じですね。